頑張ってお掃除したからちょっと疲れちゃった。君はお掃除してないです。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、ということでね、これね、めっちゃ久々にめっちゃ久々にサブ村の方を起動したんだけど、いや起動自体はしてたけど、なんかね、髪がボッサボサになっちゃってめっちゃボッサボサで、なんか今受け取ってないのがあったの。あ、そっか、前回あれかな、夏祭り、花火大会、花火大会がサブ村のやつやったんかな。なんかそうだったような気がする。そう、サブ村の方はね、あの夢見とかも、まあ夢見の館ができたけん、夢見の世界に旅立っていくときも、ちょっとサブ村とメイン村両方使っていきようやけど、結構いらないものがいっぱいあるけど、グレータータンのスカート。上がちょっと普通に下着になっちゃったわ。ちょ、待って、さっきからね、うろちょろうろちょろしているドレミちゃん。待って、話しかけようとしたらどこにもいないんだけど。なんか、何、ちょっとめっちゃひっそりレイジ君いるんだけど、しかも花踏んでる。花屋なのに花踏んでるよ。こんな雨降る中、何それ、木の下で雨宿りしてるの。やあやあ、村長さんのエナさん。僕ね、今日しずちゃんにね、村中雑草だらけだから何とかしてって頼まれたんだよ。だけどあまりにもボーボーすぎて、僕ショックで気絶しちゃってたみたい。寝てたんじゃないの、気絶。ほら、どこもかしくもボーボーなんだよ。きっといつも村をきれいにしてくれてる雑草の神様に見放されちゃったんだね。ひどい。あ、そうだ、ここは僕たちで協力して一緒に村をお掃除しようよ。そしたら早くきれいになるし、雑草の神様に許してくれるはず。どうかな、手伝ってくれる。でも今んとここ視界にはね、一個も雑草は見えてないんだけど。任せて、任せてってのもあれやけど。わーい、決まり。じゃあ、アイナさんは雑草抜く係ね。それで僕は、残りの雑草を数える係。数える係一歩も残さずに、ツルピカになるまで頑張ろうね。それじゃあ、行くよ。はじめー。草むしりのお掃除スタート。なにこれ、時間があるの。あ、これ、あと59本。で、59本か。結構生えてんな。結構生えてんな。この辺のクローバーは雑草には、あれよね。カウントされんやつよね。これが何、ゼロになるまで。ひぇ。あんなにせっせせっせと抜いていたのに。最近ちょっとね、あれなんやね。もう、夢見に一直線やったけんさ。全然村のお掃除してなかったんよね。ちょっと村民のみんなもさ、気がついたら引っこ抜いといてよ。てかこんなね、こんな土砂降りの雨の中せっせと雑草を抜く村長ちょっとかわいそすぎませんかね。ドレミちゃん、まあ皆さん、最近お見かけしてなかったような気がしましたのね。引きこもって本でも読んでたんですか。私もたまにありますけどね。いやー、おっと、ヤッホーサルモンティ。お、久しぶりだな、いいな。他のことで忙しかったのかい。いや、まあね、私、家に引きこもってはないんだけど、夢の世界に引き込んでたかな。引き込んでた引きこもってたかな。なんか余計危ない人みたいだけど。あと51本ね、ちょっと終わりが見えないんだけど、マジで。めっちゃあるやん。まだ50本も生えてる。絶対そんな生えてないやろ。レイジ君数え間違いやって。絶対数え間違えとるって。なんかこの辺、いきなり集中的に生えてんな。くそ。絶対この辺に住んどる子がちょっとサボっとったやろ。てかさ、アールパーカーズさ、店なんやけんあれじゃない？店の周囲は掃除しないと。掃除しないと。何？掃除って村長の役割じゃないでしょ。と私は思うんだけど、どうよ。ほらほら、もう。ね？ペーターもサボっちゃダメよ、草むしり。クローバーめっちゃ生えてんの。え、超絶生えてんな、クローバー。
何話してたの今、めっちゃ気になるんだけど。同じ傘を持った二人が。え、絶対なんか話してた。いや、あれなんよね。結構さ、こう、動画外で話しよるとこって見かけるんやけど、撮影中に話しよるとこあんま見かけんのよね。なんなんみんな。そんなに会話の内容を動画に収められるのは嫌かい？やっぱあれ？個人情報的な。最近ちょっとね、個人情報と、何かとみんなわーわー言うからね。いや、まあ大事なんだけど、個人情報わーわー言う人も多いけど、その分やっぱり個人情報を悪用する人も増えてるからね。じゃ、カルロス。逃げるな、カルロス。やーいなさん、しばらく見ないうちに、綺麗になったね、なのね。このボサボサ頭に何嫌味ですか嫌味ですか何どうしたお、落とし物があるよ。落とし物を拾っちゃった。誰の落とし物だろう。持ち主を探して届けてあげた方がいいかも。いろんなことが起こるなぁ。いろんなことが起こるなぁ。でも意外と減ってきた気がする。ちょっと待って、さっきね、その辺にポーラが歩き寄ったのも気になったんよね。ここに岩とかあったっけな。ちょっと待って。なかった気がするんだけど。あったー。まさかの、あったー。普通にあったー。マジか。もはや、サブ村のそんなことも忘れてしまっている。お、あとちょっと。あと20本。待って、常吉がやってきてる。ちょ、待って、いろんなこと起こりすぎじゃない？え、これってさ、時間でなんか、お、ふるさとチケットをゲット。いらっしゃいませ、こちらふるさとチケットマシンです。やったね、受け取りますよ。お、6枚、めっちゃいいやん、やったね。お、受け取りー。ご利用ありがとうございました。よしよし、いいぞいいぞ。なんか久々すぎていろんなことがてんこ盛りだな。てか、ポーラいなくなったんですけど。全然いないんですけど。お、あとちょっと、あとちょっと頑張ろう。あとちょっとで一桁になるよ。これはさ、早く終わらせれば早く終わらせるほどなんかいいの。てか、これ何？あの、雑草を抜いたら何かもらえるの？見返りを求めるやつ。いや、ご褒美がないと頑張れないから、掃除とか。こんなね、村の掃除とかさ、間違えて花を抜いてしまいそう。ま、抜いたところで植えれるんやけどさ、木の影とか、あれよね、建物の影にもありそうな感じするよね。ちょ、待って。ちゃんと見ておこう。この辺とか、ない。ない、全くないぞ。え、もう終わったやろ。あ、あれか。ちょ、こっちのさ、え、なに、この辺来てなかったっけ私。帰ってきたわけじゃないよね。あ、そっか、左向いて行った金か。あ、でも、この辺でもう全部じゃない？違う？ほら、この辺密集地やん。ほら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 、あ、終わる終わる終わる。この2本で終わりや。イエーイ、草むしり終了。なんかくれるんでしょうね。ねえ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 。どこ？レイジくん。レイジくーん。いた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 。あ、アイナさん、お疲れ様。二人で頑張った時あって、村中ツルツルにピカピカになっちゃったね。何をしたんだ、君は。僕なんだかとってもハッピーになっちゃったよ。アイナさんにも僕のハッピーをお裾分けしたいな。お、そうだ。ちょうど今の僕と同じくらいハッピーなものを持ってきたよ。持ってたよ。はい、ハッピーのお裾分け。なに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 ？それね、バラのソファーなんだ。いや、やったー！僕お花が大好きだから家具もお花がいいなと思って自分で作ってみたんだよ。しかも手作り。アイナさんもよかったらお家で使ってね。バラのソファーってあれやない？私が夢見とかでさ、欲しいって言ったやつ。頑張ってお掃除したからちょっと疲れちゃった。君はお掃除してないです。じゃあ僕適当に休憩してからお店に戻るね。やったー、バラのソファーもらったー。めっちゃラッキー。なるほど、草むしりでもらえるのか。じゃ、定期的にボーボーになってもいいな。さ、バラのソファーさ、ここの雰囲気に合うと思うんやけど、え、どうかな？ 2 階の雰囲気はちょっと違うやろ？どうしよう、でも置ける場所がない。
置ける場所がない。ちょっととりあえず確認だけ。どういうやつか確認だけ。バラのソファー。多分私が欲しがっとったやつ。ほら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 、これこれこれ。これよ。私が欲しかったバラのソファー。いいね。いいっすね。いいっすね。よしよし、じゃあ私はちょっと5万円つよ。5万円つなので、じゃあとりあえず紙ね。ボサボサ直しがてらにちょっとイメチェンしてこよ。ねえ、綺麗になったとか嫌み言われるけんさ。あ、久しぶり、カットリーヌさん。いらっしゃい、ビューティーサロン、スピーディーにようこそ。イメチェンをご希望なら、手前にマシンがセットしてある席へどうぞ。はい、お願いします。久々に。さて、じゃあ、どういったイメチェンをご希望かしら。ヘアスタイルで。ヘアスタイルを変えてイメチェンするのね。オッケー、任せて。でしたら、スタイリング料金は3000ベルになります。お願いします。それじゃあお荷物は一旦こちらでお預かりするわね。今日はどんな感じに変身したいのかしら。なりたいあなたのイメージを聞かせてちょうだいね。じゃあまずあなたが目指してる路線を聞かせてくれる。ちょっとね、秋っぽい感じにしたいなって思うけん、なんとなくちょっとフォーマルに。はい、なるほど、しっかりめにフォーマルっと。ということはあなたドレスコードとかを大事にするタイプならね。なんといってもアイナさんは村長さんなわけだし、その方がそれらしく見えるでしょうね。ちなみにフォーマルにもいろいろあるけど、お仕事とかビジネスに合わせたい感じ、それともプライベートに用事向き。プライベートだよ。あら、そうなの。プライベートでおまかしたなんて私も気合い入っちゃうわ。仕事の方に気合い入れて。じゃあノリを間違えないように聞いておきたいんだけど、そのプライベートに応じてパーティーみたいな大勢の集まり、それともデート。ああ、これは内緒って言ったらね。じゃあパーティーで。なるほどね、それならパーティーファッションにも入るようなヘアスタイルがいいよね。オッケー、私の中でヘアスタイルのイメージは固まったわ。それじゃああとはヘアカラーだけど、どんな色がいいかしら。落ち着いた感じがいいかな。ナチュラル系で。ナチュラル系だったら黒髪から金髪までいろいろある。金髪ってナチュラルなの。明るさで言うとどれぐらいかしら。真っ黒はちょっとな。でもこれぐらい、それぐらいの濃さでよかったかしら。オッケー、了解、これでバッチリね。じゃあスタイリングを始めます。これぐらいならどうなる。茶色ぐらい。あ、でも茶色って明るくなるんかな。どんな感じ、ちょ想像がつかないんだけど。あ、茶色だ茶色だ。お、お団子いいね。じゃじゃーん。うん、とってもいい感じのイメチェンできたわね。じゃあお代金3000ベルいただきます。あ、あと預かったお荷物もお返ししておきますね。お疲れ様でした。ありがとう、カットリーヌさん、また来てくださいね。ふう、これで綺麗になったって言われても、でしょって返せる。でしょって言える。あれ、今ドサコさんが、あ、でもそっか、ご覧になった人だけが商店街におるわけじゃないもんね。ちょっとびっくりした、焦った。超焦ったよ今。なんかな、微妙だな。これ何、これ忍びの服全然違う。全然思ってるのと違う。じゃあほら、これにしよう。ヒールボーダーの服得る、無難な雰囲気着てみたいです。お、ペーターやん、ペーター。あら、すごくお似合いやわ。お値段は504ベルですけど、いかがいたしましょう。着ていきます。じゃあ、もともと着てた服は荷物に入れておくわね。おおきに。どうも、ペーター。アイナちゃん、どこ行ってたのさ。僕心配しちゃったよ。あれ、もしかして、他の子には話しかけてたの。うわー、僕を避けてたんだね。バスとしてこれからは僕にたくさん話しかけること。へへ、決まりだよ。おろおろ。かわいいか。他の子にも話しかけてないよ。どうも、ケイトさん。お久しぶり。あ、忍びセット揃っとるやん。揃っとるやん。さすが。じゃあ、私、弟さんの帽子かぶるね。女性の髪型変えた意味。試したい。いいね。キュウリパックに合ってると思う。はい、じゃあこれを、
このままつけていきます。あー、手荷物がいっぱい。なんですって、なんですって、売り払わねば何もできないのね。じゃあ今回はこの格好でいいや。あ、雨が上がった、いいね。こういう天気の移り変わり初めて見たかも。まあ、めっちゃドヨンとしてるけど。よし。あ、そっか、入れることもできないのか。入れることもできなかったわ。はい、ということで、レジ君はもう帰った？帰ってる。帰ってるよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画で お会いしましょう。まったねー。いや、今回は、草むしり初めてやった。めっちゃ初めてやった。メイン村はね、あの、綺麗な村条例だから。サブはちょいちょいこういうことがあるかもしれないので、いろいろグッズを集めていきたいと